夜中にいきなりさ、お腹空いてるのってライン、君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ、食べてもいける気がしてた。二人で夜更かししてはたくさん夜食取ったね。でも見てよ今の僕を、引き締まった僕を、完食をやめてバランスよく食べて適度な運動をしてさ。別にご飯求めてないけど、出汁を取られると思い出す。君のふんわり卵具だくさんのその雑炊のせいだよ。今さら君に会ってさ、僕は何を言ったらいい。体重増えたね、口が裂けても言えないよ。どうしたの？いきなりさ、ポテチなんか加え出して。悲しくないよ悲しくないよ、君が変わっただけだから。でも見てよ今の僕を、痩せ細った僕を。